こんにちは、ねまです。パワープルアプリやっていきます。今回はコラボキャラクターはなぜ主人公以外のキャラクターの方が強く感じてしまうのかの雑談をやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということでですね、今回の動画に関しては皆さんと意見交換たくさんできたらいいなという趣旨の動画になります。と言いますのも、最近のコラボキャラクターたち、僕個人の感情としてなぜか主人公より主人公以外のキャラクターの方が強いなと感じております。そのあたりね、皆さんがどう感じられるかということを、僕がコラボキャラクターたちの話をしながら、そこのプレゼンをしながら、まあ、この主人公キャラクターはこうなって、まあ、確かに強くはなったがっていう話をしていきます。でね、皆さんがどう感じられるかということを教えていただければ、コメントいただければ非常に嬉しいかなというふうに思います。ということでいきましょう。で、本日五郎くんとトシくん、まあ、真ん中にいる二人ですねがガチャに登場しましたと。プラス覚醒内容も発表されました。でね、その中でもいろいろあるんですが、まずはケンシロウジャギから見ていきましょう。はい、ということでまずはケンシロウですね。で、ケンシロウに関しては別に弱いということではないです。コツ、早急、連打、上り竜、そして覚醒がつきまして、精神ボーナスが10最大でつきます。で、やる気効果も100最大でつきますというところと、テーブルに関してもスペシャルタックボーナスが60素で入っていて、試合経験点と固有でも入っているので 80% のやる気ボーナス、そして筋力ボーナスと精神ボーナスということで、打撃に絡むとめちゃくちゃ強いですというところではあります。で、金の特殊能力が大打撃ということで、ま、強いんだけども、確かに査定効率的にはそんなに強くはない金特になってしまっているなと。もちろんね、今の北斗環境で言えばほぼほぼ全ての青徳を取り切って海岸まで終わるので、大打撃に寄ってくれる方がいいんですけど、まあ、使い勝手としてはめちゃくちゃハマらないと難しいかなというふうには思っております。あとはね、打撃キャラは当然その実装当時、ケンシロウはね、実装当時そのよりこう打撃を重ねられるようにとか、あとはエビル環境だったのよ、その時にね、非常にこうマッチしたようなキャラクターではあったかなというふうには思っております。そして同時に実装されたジャギですね。ジャギに関しては現状環境トップのキャラクターに出ましたというところで、潜在強化で筋力ボーナスが10、そして勝力の上限が4つきましたと。で、コツに関してはキャッチャーバント代打追い打ちというところと、まあ、なんといってもね、祝福が取れて、しかもそのプラスが電光石火だったんですけど、電光石火まで虹の特殊能力と化してしまったので、まあぶっ壊れてしまったという、後発的にまあ、ジャギの方が主人公を上回ってしまったかなというケースになります。で、このケースに関してはまあしょうがないかなと思います。電光石火に関してはね、正直救ってあげないと、こう電光石火のキャラクターを使うって人がいなかったとは思うんですね。ただまあ、その電光石火のこともあり、あとは他のキャラクターとの兼ね合いもあって、まあ、北斗高校では、まあ、ジャギが飛び抜けてケンシロウを、まあ、兄の先を行ってしまったなぁというふうに、まあ、思っております。まあ、弟の先ですね、ケンシロウなんで。はい。なので、まあ、このケースは正直仕方なかったかなというふうに思います。ケンシロウもケンシロウで、先ほど話をした通り別に弱いということではないので、まあ、この件に関しては、まあ、しょうがないというところで僕の方は思っております。皆さんはどう思われたでしょうか？ぜひ、コメント欄書いてください。そして次ですね、五郎くんとトシくんの話に移りましょう。で、五郎に関しては、初期評価がプラス20、そして技術ボーナス10が潜在能力としてつきますよというキャラクターになっておりました。で、50になると筋力ボーナスが6入ってくるテーブルで、初期評価が65、うなる五郎だと、あと PSR か、だと70になりますね。で、得意練習率アップもついててというところで、今は街道をね、五郎からもらえたりするので、通常バージョンと、まあ、使えることには使えるんじゃないかなというふうには思っております。で、そんな中、同時に、まあ、うなる五郎の別バージョンと、同時に佐藤としやも実装されておりました。で、としくんが、結局練習効果 30% のテーブルだったんですよね、実装当時から。で、技術ボナーと筋力ボナー両方ついてて、得意練習率アップも固有でついてると。
いうところにプラスしてスペシャルタックと今回補給上限がついたので、性能だけで言ったらジャギと並んで環境トップに入れるキャラクターだと思います。ただ今回は北斗高校っていう今の野手環境高校に入れないことがあって、まあ今の評価としては環境がキャラクターを押しつぶしている状態になっていると思います。ただね、この2人に関してももう前のバージョンの実装の時からその急速キャラクターの是非ってどうなんだろうなというところになっておりました。まあ海道学園は、まあ、ゴロを入れるとその夢島に行った時のタイムイベントがなくなるので、それはプラスではあったと思います。ただね、打撃キャラを重ねて動くのが強いとされていて、まあ黒金とかもトシ君使ってたかな、まあ、そういうところで、まあ、どっちかっていうと実装当時から、まあ、トシ君の方が強かったかなというふうなイメージがあります。で今回、まあ、別バージョンが出て、さらに今回覚醒がついて、まあ、その2人の差がねより広がったかなというイメージはあります。特にね、うなる剛速球のゴローの方はジャイロボール、ハイスピンジャイロか、ハイスピンジャイロとあとはジャイロフォークと速球プライド、まあ、それのどっちかが選べるという形になっています。でジャイロフォークの方、まあ、金徳が2つもらえる方っていうのは、まあ、成功率がそもそもそんなに高くないっていうところがあったのもあり、なかなかこう使われなかった、使いにくかったというイメージがあります。今回覚醒ついてね、十文字東できっと使おうっていう方も多くなると思いますし、実際に成功すれば変化球もね直上げできて強いとは思うんですけど、その安定感という意味でねどうなんだろうなというふうなところは感じております。まあゴローとかだとね、覚醒でまあ球速上限とかをね期待した方、まあ僕とかはすごい期待をしていたんですけど、まあさすがにね怒り守るとそこを並べてしまうのはどうかなという感じだったのかなというふうに思います。ただまあトシ君に補給上限4もついてしまったということで、しかもスペシャルタックもついてしまったということで、まあここの2人の差はより広がったのかなというふうに思います。まあサイヤングをね何回も取ったゴローくんと、まあ、確かにメジャーには行ったけど、こうこれに関しては僕は、まあ、ゴローもうちょっと良かったんじゃないかな、むしろ娘の泉ちゃんにお株を奪われているこの状況、なんとかしてあげたいなというふうには思ったりしますね。はい、ぜひ皆さんの方の意見もお聞かせください。そしてまだまだ続きます。アルルアミティコラボですね、ぷよぷよのコラボが入ってまいりました。で僕の方は、まあ、アルルを引きましたと。でアルルに関しては打たれセンサークイック、そしてクロスファイヤーと、原点投球ですね、アウトロー球威かなのコツがもらえます。そしてやる気効果が150試合経験点、スペシャルタックと技術ボナで初評価も高くてコントロール上限もついているという変化コントロールキャラクターになりますと。で、勝利の星とバイオエンボールもしくは強心臓が確定で手に入るからですね。そしてアミティですね。でアミティに関しては、まあ、この骨群がまず強いなっていうところですね。チャンス、パワーヒーター、まあ、この辺が欲しいコツとしてはあるのと、上り上昇とかもね非常に強いコツなのでいいなというのと、やはり練習効果 30% のテーブルでスペシャルタック 90% 得意練習率アップ 30% アップ、そして精神筋力ボナ肩力上限、筋トクも切れたりモテモテもらえたりということで、まあ、ここの2人に関しては、まあ、環境のこともあったと思いますが、まあとんでもない差が最初からあったなというふうに正直思いました。で僕はアルルが出て、まあ、当然ぷよぷよをやっていたこともあったんで、まあ、嬉しいには嬉しかったんですけど、まあ、日が経つにつれやっぱアミティ出てほしかったなっていうのはすごい強く感じてしまいましたし、もうちょっと、まあ、弱いってことじゃないんですけどね、当然勝利の星と変化球1個もらえるっていうのは、まあ、当然成功すれば強いし、そんなにアルルはめちゃくちゃ外す方ではないので、まあ、50% ぐらいは多分あると思うので、まあ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 、許せる範囲だなとは思うんですけど、そのアミティの性能を考えれば、この二人の差はちょっと大きすぎるな、というふうには思いますね。なので、ここの二キャラのコラボに関しても、主人公のアルルどうにかならんかな、っていうのは、僕の中ではありません。皆さんはどう感じられているでしょうか、ぜひ教えてくださいませ。はい、ということで次がダイヤのエース勢ですね。はい、まずは新怪物伝説クルヤと、
怪盗、怪物球威、尻上がり、奪三振、速球プライド、うんぬん。そして、練習効果 30%、 技術ボーナス、筋力ボーナス、特技術アップ、もう本当にバケモンですね。はい、という感じで入ってきました。そして怪盗と怪物球威が金特としてはもらえます、ね、で、沢村に関してはタイピンチ、怪我しにくさ、伸び、リリース、投資、クロスファイア、ターン落ち、まあ前のバージョンからね、伸びとかのコツが増えたのをめちゃくちゃ評価できますし、まあ、このスペシャルタック 120% で2種連ってもうなんか本当にこんなん実装して大丈夫なんかってその出た時はね思いましたし、練習効果もね固有でついているし、やる気効果もあって非常に強い。そして、マントル環境でねむちゃくちゃ刺さったなという話でございました。で、2人に関してはまあ評価は難しいかなと思います。そのマントルの環境の時に入ってきて、まあ2人とも普通に強かったなっていうイメージです。もちろんね、こう使いやすさとしては古谷の方があったとは思うんですけど、沢村も沢村でやっぱり当時のオクタビア、そして沢村を並べたような構成っていうのはスタミナと変化が重ねられるだけで非常に強かったので、まあ、この2人に関しては、まあ、どっちがめちゃくちゃ強かった、まあ、どっちもめちゃくちゃ強かったっていうところで間違いないのかなというふうに思います。で、まあ、その当時の環境の金徳とかの差で、まあ、古谷の方が良かったとは思います。ただ今は十文字東高校が入ってきて、まあ、変幻自在がねこうシナリオキャラクターの浅上くんとそして沢村で重ねられるっていうのも非常にいいポイントで、まあ、これで沢村の評価がより高まったかなというところでございます。なのでダイヤのエースのコラボに関しては、まあ、どっちがどっちってことは、まあ、僕目線ではなかったかなというふうには思います。まあ一つ言えることがあるかな、いやないね。この二人に関してはもう本当に並列とまでは言わないけど、まあ、そんなにこう気にするほどの差ではないのかなと。まあ、どっちも良さがあり、どっちもまあ荒さもあるというところで、まあ、一つ言えることがあるとすれば、やはり二人入れて金徳2個目がほぼ確定になる。まあ、外したことは多分1回ぐらいしかないですね。僕も二人入れてて外したのは。でもどっちも評価が全然いってなくて走っちゃってぐらいの時だったので、まあ、ほぼ 100% と言っていいと思います。まあ、そういうところも非常に良かったかなというふうには思います。まあ、今ね、その影響もあって2人を外しにくいっていう環境にはなってるんですけど、まあこのコラボに関してめちゃくちゃ良かったなというふうに思います。はい、ということで、まあコラボキャラクターの話はこのくらいにはなります。皆さんはどう思われているでしょうか。ぜひぜひ教えてくださいませというところと、まあ最後に一つだけ、社長の体力削りがなくなるんじゃないかというお知らせが来ておりましたね。ぜひこのお知らせ欄を見て、社長50の方、社長45の方はぜひ歓喜してくださいということで、まあ、社長の一部の専用イベントについて体力が減少しないように変更を行います。おそらく一番初めの自己紹介で体力削りがなくなるんじゃないかなっていうところと、一部の SR 以上専用イベントについて体力が減少しないように変更を行いますと、全てではないとは思いますが、まあ、1回目2回目3回目のどれかの体力減少がなくなってもおかしくないなというところなので、少なくとも社長の体力削りが2個なくなるというふうに予想いたします。まあそういうふうに読み取れます、この文章からね。なので社長はマジでぶっ壊れになって帰ってくる、まあまあまあ今でも強いんですけど、よりね強力になって帰ってくるんじゃないのかなというところですね。そして伊能くんも一緒に変更がなされるので、まあこのあたりもね非常に楽しみにしたいなというふうに思います。まあ成功すると縛りのコツ3が入るっていうのは非常にいい、まあ使いやすくなる変更かなというふうに思うので、これはもう本当に大賛成ですね。はい。というのと、あとは死者の迷宮とかね、もういろんな楽しいイベントもまた来るので、そのあたりもね、皆さんと生放送とかいろんなところでお話できたらいいかなというふうに思います。今回はね、コラボ主人公キャラクターたちの話をメインにしたかったので、ここで終わろうかなというふうに思います。ぜひぜひ皆様の、コメント、高評価お待ちしております。今回の動画は以上となります。ぜひ、皆さんでワイワイ盛り上がりましょう。また次の動画でお会いいたしましょう。